はい、ええー、と森本ですえ。今日はあの12月の14日のえっ、ー、と0時15分になります。えー、実はですね。あの昨日の晩から動画を撮ってたんですけれども、あの途中であの固まったりしてですね。あのうまく撮れませんでしたので、何回かこう撮り直しをしてで、それでもこう固まって。 でまあ、パソコンを見直してみると SSD の容量圧縮してああの圧迫してたのかなあのそれでこう重くなってたのかもしれないなと思って、まあ、いくつかこうファイルを削除したりとかして容量をまあ若干空けて今取り直しているところですですからねあのもしかするとこれも土地で固まってですね取り直しになるかもしれませんけれども、まあ、あのこのままねうまくいってくれたらいいなと思ってますであの、まあ、今日動画を撮ったのはいくつか理由がありまして えとまあ、そろそろですね、宅検のこの試験を実施してる期間からあの開示請求の、ね、結果が返ってきてるんじゃないかなと思ってたんですね。で、まあ、帰ってきてたらあの夜、動画を撮ってで、公開しようかなと思ってたんだけど、あの確かにです、ね、あの配達には来てたんです。 配達には来てたたんだけど、よくく考えたら書き留めで届くのでね、私がいなかったらあの受け取りようがないなと思ってねあの仮にあの配達に来てても来てなくっても受け取れてなかったなっていうのはです、ね、帰ってきてからあの気づきましてで以前であればですねあの近所の郵便局が24時間やってましたのであのそこがねあの要は持ち帰ったらそこにこう取りに行きますのであの取りに行けたんだけども。 なんかある時期からですね。その郵便局24時間じゃなくなっちゃったんですよね。あのそこそこあの大きい郵便局ではあるんだけれどもで。まあそのまあ、ぶっちゃけ言うと民営化されてからね。 24時間でなくなっていっ、まあ民営化されてていうかその民営化されとかされないとかっていうような形で、まあ、ちょっと段階的にありましたよね。でそれぐらいから24時間でなくなって24時で悠々うう窓口でしたっけあのこう時間外窓口が閉まるようになってでそれが23時になってで次22時だったかなで20時今は19時になってるってねそんな感じで19時で閉まっちゃうんですよ時間外窓口がね。なかなかちょっと厳しいですよね受け取りに行くのがね。 でえー、と帰ってきたのがもう23時過ぎでしたからあのもうあの今日はっていうか、まあ、昨日はとに行けなくってで明日仕事に行く前に受け取れたら、えー、と受け取って、まあ、その軽く動画を撮ってですねで公開しようかなと思ってたんだけど、まあ、確認してみるとねあの朝9時からしか空いてないみたいなのでちょっとあの朝く受け取ってから動画撮るのは厳しいなということなので、まあ、明日あの昼過ぎに仕事が終わりますし、えー、帰りに受け取って でまああの夕方ぐらいに取、えー、ってえー、っとその結果をですね報告できたらいいなと思ってます。まあどこでねえー、っとミスしてたのかまあどういう形でえー、っと合格点に。えー なってなかったのかっていうところはね、まあ明日明らかになるでしょうから、まあ,あのよほどね、なんかこうあの天変地異がひっくり返るとか受け取れないとかっていうようなことがなければ、明日受け取る受け取れるはずですので、まあ、そうすれば明日あの明らかになるでしょうし、まあ気になっている方もねいらっしゃるかもしれませんので、あのできるだけ明日動画を撮って公開ししたいなというふうに思っています。あ、明日というかま今日だね、今日ですね。で、まあこれはですね、あの一応タケン に特化した動画ではあありままませせんんのでで、まあ、タグもつけませんしね、えー、ですからその宅研についてあ頂い,いたコメントもあのこの動画ではもうお答えせずに明日その開示請求の結果あ明日というか今日ねあの開示請求の結果についてその報告する動画の中でこ頂い,いたコメントもねお返ししようかなと思うんですけどもあのもう一つトイックをねえっ、ー、と今 えー、受験してますというかあのまた3月に受験しますので、えー、そのための勉強を始めました。えー、っとまあうんと前回10日に受けて日曜日ですねでそこからまあ,あのネットでですねいろいろこう教育について調べたりとかえー、っとあとまああの YouTube でねなんかリスニングのこう動画みたいなのをこう聞いたりはしてたんですけどもえー、っと今日あのお仕事の。 えー、合間にですね合間というかその仕事に行く前に、えー、っと本屋さんでこの「ト o イック L&R テストデルタンあデルタンかデルタン特急金のフレーズ」っていうまあなんか通称「金フレ」とか「金のフレーズ」とかって呼ばれてるあの単語帳をあの買いました。でえー、っと、まあ、なかなか評判でですねなんか皆さんこれいいっていうのでねまあ 書店でこうめくってみて何がいいのか分かんないなと思ってたんだけどいざやってみるとですねあなるほどこういうところはいいのかっていうのにねあのこう気づくところがありまして、まあ、一つにはにこう特化しててるっいいう、ね、ところでです、まあ、すごく効率がいいですよねでその解説というかこう左側に単語をあうわ、えっと、左側にですね、えっとまあ、フレーズの日本語と英語があって。 で右側にこう単語が載ってるんですけれどもそのフレーズとかですねそれからこうあのプラスアルファでこう載ってるようなのが、まあ、実際にこのトーイックで、えー、っと使われるようなこう表現であったりとかある、まあ、あのどういう仕方で,で出てくるのかとかですねいうようなこうコメントというかこう解説がありますのでまあ、そこら辺があの試験対策としてはすごくいいのかなと思ってあの買って良かったと思ってます。まだあの えっと、100語までしかやってないんですけれどもあの全部で1,000語なのかな、えー、基本単語が。でそれプラスサプリメントっていう形で、えー、っと数百語間にですね入ってるんですけど、まあ、一応基本として、えっと、番号が付されたの通しでね付されてるのがこう1番から1,000番までで,で昨日あの100番までやりました。で毎日勉強できるかどうかちょっと分かんないんですけど、えー、っともしまあ えー、やるんだったら1日にね1 0 5ずつやっていこうかなと思ってますので、まあ、10日間で1000かなというような感じで、まあ、それを何回か、えー、来年の3月来年かな来年の3月に受験する時までにえー、っと繰り返してきたらなと思っててあの公開テストがね3月17日なんですけどその日はちょっと午後に仕事が仕事っていうかね予定がありましてでこの間受けた感じからするとあの午前中に受けても午後の予定に間に合わないのでと思ってたら 実はねあのどういういい理由か分かんないですあの、まあ、受験者が多かったのかどうか分かりませんけど3月10日にも追加で、えっと、会場は限られてますけれども、まあ、私の受けてる大阪はですね会場に含まれていてあの追加の公開テストが行われるみたいなので、まあ、10日に受けようかなと思ってます。ということはこの間12月の10日に受けて3月の10日ですから、まあ、ちょうどねあの日付でいうとその3ヶ月後かなっていう感じでねあの えー、3ヶ月間の成果をこう測定するのにもちょうどいいかなっていう感じです。えー、っとそれとですね大体そんなとこかトイ i クについてはね。なのでまああのトイクはですねあそう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 あ単語帳これ良かったんですけどじゃああとはどうしようかなと思っててもう一つはですね公式テキストを買おうと思ってるんですよ。 で公式テキストはあの実際のこうテストでねリスニングのこう吹き込みをしてる人と同じ人があの吹き込んだ、えー、っと問題がですねあ,のこうあるみたいなので問題っていうかねあのそういうものみたいですので、まあ、これはもうあの結構実践的だなっていうのとねあのやっぱそれに慣れてたらあのいくらかは有利かなと思うのとただですねえー、っと公式テキストで えともしみたいな形でですねやってでそれやると2時間で測ってやると、えー、大体、えーと「あなた何点ぐらいですよ」っていうのもこう目安として分かるようになってるみたいなんだけれどもただあのちょっと最近忙しくてですねまとまって2時間あの勉,勉強というかこう、ね、あの解いてみるっていう時間がなかなか確保できないので、えー、公式テキストは買おうと思ってるんだけども、まあ、やるとしてもですねもう年が明けてからか直前になってからかっていう感じかなと思ってて。 とするとほかその合間合間でこう勉強できるこの教材というかねえっと問題集は何があるかなっていうことをこうちょっとあの悩んでるところです。一応まあリスニングのパートとリーディングのパートとあってまあこれは単語帳でしょだからリスニングはリスニングのこうねえっと勉強というかこう訓練をしたいなと思ってますしリーディングに関しては今回ねだいぶ15問ほどえっとえ残してしまいましたので。 まあ、まず一つはですねやっぱこうあの問題の解き方としてやっぱこう試験ですからこう対策として、えー、とたで例えば先にこう選択肢を読むとかですね、えー、とパラグラフリーディングというのかどうか知りませんけれども、まあ、あのざっくりですね「用紙をこうつか、えー、むみたいなこう読み方をするとかあれこうね「要し要し」をこう読むところをこう。 目指をつけて読,みてあの読んででいくとかですねなんか多分まあその試験対策あると思いますのでそういう試験対策は試験対策として調べて実践しようかなと思っているのとまあ純粋にこう英文を読むあの速度がですね、えっと、遅いんだと思いますのでそれはそれでこう、えー、サクサク読めるようなこうまたどこがいいのかきちんとこう公文とかをですね、えっと 把握しながら読んでいくのがいいのか分かりませんけれども、まあ、ともかくその、えー、っと早く読めるようなトレーニングをしないといけないなというふうに思ってます。でじゃあリスニングはどうしたらいいのかなと思った時に、まあ、YouTube でもねたくさんこうトイックの対策として挙げられている動画がありますので、まあ、一つにはそういうものを使ってやってみるあのっていうことかなと思ってて。まあ、その YouTube の無料で、えー、と視聴できる動画だけでリスニングがこんだけ伸びましたっていうのもここは一つのね効果測定として、まあ、面白いかなと思ってるのでうんそれやってみてもいいんですけどただねなんかやっぱこうどれも中途半端っちゃ中途半端なんですよね。なので、えー、悩みどころです。やっぱこうリスニングの この勉強はあそれはそれとして何か一冊ねテキストを買って、えー、やるっていう方がいいのかなとかですねちょっと悩んでるところです。でリーディングもそうですよねリーディングも対策するんだったらどれで買ったらいいどういうテキストをねあれこう問題書を買ったらいいのかなっていうところは悩んでいてうんと南先生の,あのテキストをですねあの見たんですけどちょっとまあ TOEIC の対策としては。 やめとこうかなっていうような感じでしたので、えっと、今回はえっと来先生のこの「トイックの」の対策のテキストは何だ、えー、かな、えー、使わないでおこうと思ってます。はい。まあ大体その「トイック」に関してはそんなとこかな。 卓球、うんまあ、はね終わってしまったんで何なん,なんですけれども、えーとまあ、やっぱりこ,うこれからのこうテストの方に、えー、と意識とかねモチベーションってこう向いていきますので、まあ、今はこう結構3月にト、えーク受けてあの点数が伸びたらいいなっていうね、えー、ところで、えー、楽しく勉強してるところです。あとは何かなかなかえー、っと思い越しが上がらないというか。 えー、テキストに手が伸びないんですけども一応来月受ける予定のファイナンシャルプランナーのね、えー、ファイナンシャルプランナーじゃなくてなんかこうプランニングなんとかこう正式な名称はちょっと違ったと思いますけども、えー、3級のね勉強もしとかないといけないなと思っててこれなかなかねちょっと、えー、手が伸びないんですよねはい、はい、ちょっとねあの今日はお酒飲んでるのであの息も切れやすいしえー、っと話し方も一句で申し訳なくって まあそんなところかな。なんかあるかな、他に。まあテキスト、そうでね。だから、あの、リスニングとリーディングに関して、こんなのあったらいいよっていうのがあればですね、えー、ぜひ教えてもらいたいなと思います。あの、おすすめがあればね。はいはいはい。あ、あと、まあ、トイックに関しては、えっと、コメントいただいてたのをお始ししててもいいかな。えっとですね、あの、これ、達見の時にもね、コメントくださってた方がよくコメントくださっててね、なありがたいなと思うんですけど、 えっと私は英研2級に合格して順1級を勉強してますが卓球の勉強に集中した後はやはり音読もしていなかったので、えー、いろいろなパフォーマンスが落ちますとやはり日々の継続が大切だなと改めて思いましたということでね英語は楽しいので続けてみてくださいと、まあ、そうですよねなんかやっぱり語学ってその継続しないとうんあんまりそのね効果っていうかその結果がついてこないしやっぱこう中断するとお でだからなかなかね難しいなと思いますよね。あの帰国子女だったりとかその海外にこうしばらくこう滞在してね生活してた人でもやっぱ日本に帰ってきて英語とかね、まあ、英語に限らずですけどその外国語を使う、えっと、機会がその少なくなるとやっぱなまってしまってこう話せなくなってこう、ね、聞き取れなくなったりするっていうのはあのたくさん聞きますんで、まあ、私も だいぶ前ですけどねその英会話サークルみたいなのでこう、えー、やってたりとか参加してたりしてた時に意外とですねその海外生活してましたって人がその自分の英語がなまらないためにこう,こういう場に来ましたって人いましたのでやっぱりそのねそれなりにこう話せて聞けて、えー、っていうことができた人でもあのこうそれがなまらないようにどうしたらいいのかなっていうことに意外とこう何て言うのかなあの 気にしてあるんだけどやっぱり、ねうん、私なんか結構飽き性なのですぐこうねあの3日坊主だし、えー、一時期ねハマってても何かでこうスイッチが切れちゃうともう途端にもう無関心になっちゃうんですよね。卓、ま、球、あ、なんかはねそうかもしれませんしまあ卓球の,の場合はもう試験が終わって次どうするかなっていう感じなのでねあのそれは特にそのスイッチが切れやすいんですけれどもっていうような感じです。 はい、えっとこんな取り留めのない動画でまああのこういう動画を見てくれる人がいててなんか世の中にはね何か変わった人とかこう殊勝な人もいるんだなと思いながらねあの、えー、まあ,あの見てくれててありがたいですけれどもまあこんなあそうそうそうだからねこんな感じで一応あのトーイクに関しては定期的にあの今こんな感じですとかですねこれぐらい勉強しましたとかっていうのをこうあの動画でですね上げていこうかなと思ってますのでよければまたあの、えー、見て あのもしね一緒にこう一緒にというかこう当育を受けるつもりがいてる人がいててああんかこんな感じなんだなっていうことをこう励みとかですねなんかこうモチベーションを上げたりとかああこいつまたこんな程度やっていうねあのそういうあの使い方でもいいんですけども、えー、っと活用してもらえたらと思います。はい、もうう寝よ、はい、じゃあおやすみなさい